画を作ってね。瞬きは禁止。ほら撮るよ。ちょ、アリサ目つぶってんじゃん。すみません、でも分かりました。あんたは無理してないから、待ってて。はい、じゃあもう一回行くよ。はい。なんで。今度こそ大丈夫です。3、2、1。してるみたいです。その機能、触れないの。できるんです。微妙だな。ですね。あ、いいこと思いついた。こっちこっち、早く早く。そこ持ち上げよう。またちょっと待って。アリサの頭を。よし、これでいこう。いいね、大成功。いいんじゃない。どう、アリサ。すごく嬉しいです。宝物にします。もう一枚取ろうよ。いいね、お願いします。せーの。結構高いな。どうしよう、ドキドキしてきた。ニヤニヤしちゃって。いつかあの頃は楽しかったなーなんて思い出す日が来るのかなって。
あの時、ああすればよかった、こうすればよかったって後悔してたりして。何突然、どうしたの？うん、ふと思っただけ。将来のこととか、これから自分で決めなきゃいけないこととか、いろいろあるでしょ。まあね、自分が選ぼうとしている道が正しいのか、未来にならないとわかんないしね。それでいいと思います。え？何が？わからないことがいいと思うんです。迷わず行けよ、行けばわかるさ、有名なお坊さんの言葉です。なんか親父臭いな。でもいいかも。アリサはきっとずっと変わらないよね。私たちの絆もずっと変わりません。20年後にみんなでまたここに来よ。はい。20年後か。その頃どうなってるかな、私たち。まず間違いなくおばさんになってるね。そりゃそうだ。あ、もしかしたらシャオはあの人と結婚してたりして。あの人って誰のこと？とぼけちゃって、ご想像にお任せします。こら。誰？内緒。もう。あ、見てください、虹です。あ、ほんとだ。よし、次行くよ。ところで、さっきのあの人って誰ですか？ギク。もういいよ。待ってよ。どんなことが待っているやら。迷わず行けよ、行けばわかるさ。